リカルドエステシアは、白亜気候期の北、アメリカに生息した、中型住脚類の属の一つ。アール・ギルモーレと R ・アイソスレスの2種を含む。アール・アイソスレスの葉リチャード・ステジア・ギルモーレの、ホロタイプは、ジュディス・リバー類相上部で発見された、下学骨のペアである。その顎は細長く、193mm の長さで、歯は小さく、その歯には、細かな虚子がついている。 この巨詞の密度が、この種を特徴づける。2001年、ジュリア・サンキーは、リチャード・ステジア・アイソスレス・オルッサムックス489-6238という葉の標本に基づいて記載した。アグヤルイソウから産出したものである。その葉は、模式種のものよりも長く、湾曲が小さい。アール・アイソスレスの葉はもともとセベスコスクスのような、 クロコダイル様類のものと考えられていた。種商名は、二等辺三角形の位である。サンフアンボンチさんの葉の参照、リカルドエステシア的な葉は、ホースーキャニオン類層、スコラード類層、ヘルクリーク類層、そしてランス類層においても数多く見つかっている。これらの地層は、約6600万年前と推定されている。この属に似たような葉は、 バーレミアンつまり1億2500万年前のシダーマウンテン類層でも見られる。この多くの葉の場所と時代の隔たりからして、これらの葉の持ち主が同一族あるいは同一種であるとは考えづらいと研究者たちは疑っている。2013年に発表された葉の比較研究は、アールギルモーレとアールアイソスレスの両方は76.5から7500万年。 前のダイナソーパーク類相にのみ存在していたと指摘した。アールアイソスレスはまた、ほぼ同じ年齢のアグヤ類相にも存在していた。すべての他の葉は、おそらく体の化石を描くために命名できない、異なる種、あるいは属のものである可能性が高い。ありがとうございます。